ですね。まあ、先ほどご紹介いただいたんですけれども、まあ、ビットライズとスイフトが好きな iOS エンジニアです。で、4年ほど前から業務と個人開発でビットライズさん利用させていただいておりまして、まあ、GUI で手軽に CI、CD 環境を構築できるところがすごい気に入ってます。で、今回の発表ではオープンベータで公開中の SIP について、ご紹介いたします。で、注意事項なんですけれども、まあ、繰り返しにはなるんですけれども、2020年8月現在、SIP はベータ版として公開されていますと。なので、まあ、発表後に仕様とかデザインが変更されちゃうこともあるので、まあ、その辺は、ご容赦ください。はい。それでは、本日の概要なんですけれども、まあ、ざっくりなんですけれども、SIP とはというところから、設定方法。で、その後に、まあ、軽く質疑応答という形をとって、まあ、時間があればおまけのお話もしようかなと思ってます。はい。ということで、皆さんに質問です。まあ、これ思いっきり一枚ずつにすればよかったんですけど、3つ出ちゃってますね。すいませんね。大丈夫です。はい。ビットライズ使ったことある方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。なんかチャットとかでリはい、アクションできると、ちょっとチャッお願トがいちょっできとますか使ね。いづらいと思うので、ちょっとその点、ちょっとご留意ください。これなんかスラック的なメンションみたいな機能あるんですかね。ステータス使えたりするのかな？いや、そういうのは多分なるほど。ないですね。みんな反応しづらいですよね、そしたら。あ、でも、手挙げてくれてる人が。ありがとうございます。まあ、きっと何かしらみんな興味を持ってくれてるんだろうなと思います。ビットライズ使ってるのか、興味があるのか、導入しようとしてるのか。まあ、おう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいですね。僕もなんか嬉しいですね。SIP 知ってたよっていう方、どれぐらいいらっしゃいます？初めて聞きましたっていう人、なんか反応してくれると嬉しいっす。初めて知ったよって方、ね、お願いします。どうですかね。皆さん知っておられるんですかね。初お、めありて。がたい。よかった。よ初かっめてた。聞くんだ。ありがたいです。いや、なんかこれでみんなね、知ってるって言って使ったことあるって言われたらもうどうしようかなって思ってたんで、よかったです。ありがとうございます。よかったです。そうなんですね。そうなんだ。あ、ちなみにこれ差し支えなかったら教えてほしいんですけど、ビットライズって日本でどれぐらいの利用者がいたりするんでしょうああ、か？そうですね。今のところ、まあ、4000人、5000人ぐらいのところを、日本人では使っていただいております。で、まあ、今でもアメリカに次いで、その2番目の国が日本からのユーザーとなっております。そうなんですね。ちなみに、会社数、利用してる会社数とかって分かったりします？会社、結構ね、増えたり減ったりしてるっていうのがあるので、一あ、概にはそう言えなんない。ですね。そうですね。けど、へえ、あ、ありまあ、がとうございまでもす。全体的に見れば、増えてますね、今。やっぱりこういう、IT の社会に突入してきているので。まあ、便利ですからね。そうですね。ということで、じゃあ次のスライドに行きます。まあ、今回お伝えしたいことなんですけれども、SIP って結構初めての方多いと思うんですけれども、簡単にデプロイ環境が作れますと。で、黒い画面とか難しいコマンドとかはもう全然何も出てこないので、まあ、ボタンポチポチやってれば
簡単に作れます。ただ、一個だけ条件があって、実行ファイルを作れるワークフローがある場合っていう、そこだけちょっと あります。まあ、iOS だったら、IPA ファイルとか、Android だったら APK ファイルとか、まあ、それらが生成される状態にあるなら、すぐ、ZIP を利用することができますと。はい。まあ、簡単なので大丈夫です で、今回ワークショップ形式ということなんですけれども、まあ、ぶっちゃけ、あまりにも簡単すぎて 必要な設定だけしてしまうとですね、1分、2分で終わってしまうので、まあ、いろいろ話しながら、具体的にその実際の画面とか見ながらできればいいなと思ってます。まあ、繰り返しになりますけど、ものすごく簡単です。はい。ということで、本題に入ります。はい。SIP とは、まあ、改めましてですけれども、Bitrise 上からアプリをデプロイするための機能になってます。で、まあ、補足なんですけれども、ここ公式にも書いてある通り、まあ書いてあるんですけれども、まだベータ版ですと。で、ビットライズの画面から、まあ、アップロードとか、例えば、アップストアコネクトの情報とかをアップ、更新することができるんですけれども、まだベータなので、英語しかちょっとサポートしてないということですね。まあ、今後に期待です。今後に期待しておいてください。そうまあ、これは多分日本語対応するとすごい便利だと思うんですああ、よそうね。ですね。はい。まあ、これからも、はい、どんどん日本語、まあ、日本人に使っていただくよう、はい。日本そう語です化しね。ていき僕まはす。結構楽しみにしてます。はい、ありがとうござい ます。まあ、個人でアプリ出してる人とかだったら、多分英語をメインにして日本語も対応してるみたいな人が多いかもしれないので、そういう人はもう全然普通に使えるかなと思います。そうですね。まあ実際僕も使ってたりします。はい。ということで、全体のイメージ、こんな感じです。SIP っていう大きな機能の中に、ストアの履歴を、まあ、管理するものっていうのと、アプリを配布するもの。あとは QA っていう機能があります。はい。でして、おすすめのポイントですね。まあ、その1。まあ、言わずもがなですけど、SIP 使えば一元管理できますと。いろんなツールとかサービスとかを、こう、ガッチャンコして使うっていうのも、まあ、いいとこ取りができて便利だと思うんですけれども、結構管理が大変なので、そういう手間がなくなるのはいいかなと思ってます。はい。おすすめポイント、その2。GUI だけで設定が完了する。まあ、ビットライズ全部 GUI でほぼ完結するんですけれども、SIP も全部 GUI でできるということで、すごい簡単に便利に使えます。はい。で、他の機能、ちょっと詳細な機能を掘り下げていこうと思います。まず、ストアの履歴のところですね。これ実際の画面なんですけれども、アプリのバージョンごとにストアの作業履歴を残すことができます。アップストア使ったことある方だ、リリース作業とか、されてた方とかわかると思うんですけれども、過去の履歴って、見えないんですよね。まあ、もしかしたら、なんか あるかもしれないんですけど、私が知る限りは知らなくて。で、これは、例えば、まあ、これ今バージョン全部1になってますけど、バージョン1の時の公開情報、バージョン2の時の公開情報、バージョン3、4、5の時のっていうふうに履歴が残るので、その当時どういう内容で公開していたのかっていうのがわかります。はい。で、まあ、内容としてはこういう感じですね。まあ、一通り網羅してると思うので、そんなに困ることはないかなと思います。なんか例えば、
便利なのが概要とか、昔どういう内容を書いてたっけって結構、履歴残しとくのってめんどくさいじゃないですか。そういうのを残す、見れたり、キーワードとか特にいいですよね。キーワード変えてダウンロードの数が増えたか減ったかとか、そういうのも確認できるので、キーワードの履歴が残ってるのはすごくありがたいなと思ってます。で、アプリの配布ですね。まあ、こちらに関しては、まあ、そんなに、なんか特別こう、湿布だからアプリの配布が特別だっていうものでもないんですけど、ただ、URL から落としてくるっていうのと、QR コードを使ってアプリをダウンロードすることができるので、まあ、当たり前のことが当たり前にできて、すごく便利です、というものになってます。次に、QA ですね。まあ、この QA なんですけれども、まだ開発中ということです。なんそうでか、すね。はい。きっと察するにあれですよね。フィードバックできるような仕組みを提供するんですよね、多分。そうですね。はい。そのフィードバックから、まあ、人気があるものを、まあ、選択して、まあ、機能に増やしていくっていう感じになってますね。はい。で、今のところ、まあ、一つの例であれば、スキーム別に iOS アプリをフィルターにかける機能だとか、あとは、まあ、ストアに画像をアップロードする際に、そのファイルのサイズがわかるな機能であったり、そういうのがありますね。で、まあ、はい。ちなみに、いつ頃なんか、まあ、夏とか秋とか冬とか、そのレベルで大丈夫なんで、もうなんか、はい。決まってたりするんですか？いや、まだ、シップの機能を増やすっていうよりかは、その新しいアドオンっていうのが今、これからどんどん追加していく予定で、で、最近そのトレースのアドオンが、その追跡とかモニターがあできる、はい、アドオンが最近オープンベータで提供を開始しました。はい。あ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。よいしょ。まあ、何が言いたいかと言いますとですね、これからアプリ開発を行うなら、とりあえずビットライズ導入しておけばいいかなって思ってます。でですね、まあ、ここまで話聞いてた方は、もしかしたら素朴な疑問として、既存の環境からそもそも乗り換える必要あるのとか、まあ、ストアにアップロードするステップそもそもありましたよねとか、まあ、ファストレンでいいんじゃないですかみたいな まあ、思う人、多分いると思うんですけれども、そう思った人ってぶっちゃけいます。なんか、誰か。反応してもらえると嬉しいです。ですよね。ありがとうございます。そうなんですよ。まあ、ぶっちゃけ、まあ、それでもいいかなって まあ、思ってはいるんですけれども、でもですよ、でも。例えば、こういう悩みとかないですかね。ワークフローから実行ファイルをアップロードしようとすると、タイムアウトするとか、ワークフローでアップロードすると、処理時間が長くなって、他のアプリのビルド待ちが発生すると。まあ、正直、上のこのタイムアウトの方は、まあ、プロジェクトだけで完結する問題というか、プロジェクトの人以外には迷惑かけないと思うんですけど、他アプリのビルド待ちが発生するって、結構、嫌じゃないですか。なんか、同じ会社でアプリいくつか作ってて、で、こっちのアプリビルドしてて、自分たちのビルドがすごい止まってたりして、なんか早く終わってほしいな、みたいな。でも、何十分待ち、みたいな。嫌じゃないですか。メッセージもビルド待ちはとてお。も発生している。はい、よそうくであするんよです。ね。結構、深刻かもしれないです。まあ、おそらくですけど、今、ビットライズで、契約して、有料で使ってても、まあ、同時並行とかでビルドを動かせるけれども、まあ、フリープランで使ってたりすると、もうね、待ちが発生しちゃったりしますし、ちょっとあるかもしれないですね。
で、まあ、それを、まあ、それだけのためではないですけど、こう、キャッシュとかビルドの時間の短縮を頑張っても、まあ、根本的にそのワークフローにアップロードの処理が含まれているので、時間かかるじゃないですか。でも、これ、シップだったら実は解決できます。で、なんでかっていうと、ワークフローの中でそもそもアップロードしてないんですよね。ステップとかファストレーンを使ってると、ワークフローの中でアップロードの処理も含めて、もろもろすると思うんですけれども、それがないので、単純にそこの実行時間が短縮されますと。ということで、タイムアウトもビルド待ちも、まあ、減るであろうという状況ですね。はい。ただ、まあ、ぶっちゃけそれでも解決しないなら、まあ、金の弾丸で解決しようということで、お金払いましょう、みたいな 感じですね。まあ、私は別にフリープランで、個人開発したら十分なんですけど、会社だったら課金とかしてもらえるといいかなって思ってたりはします。まあ、すべての会社が CI/CD に理解があって、ここにお金を割くかっていうと、そうじゃないところも あるとは思うので、なかなか難しい話かもしれないですけれども。うん。そういえば、あれですよね。今、フリープラン。今もですよね。フリープランで確か、そうで延す長しね。てますよね。時間とかビルドもと回も数とか。と15分だったのが今、30分に延長して、10分だったのが30分に延長させてもらってて、でもまだね、世界規模から見てもまだそのコロナの状況というのはまあ変わっていないので、多分まだ延長されると思っていて大丈夫だと思います。ありがたいですね。なんか、昨日ふと見返してたら、7月中旬頃までって書いてあったけああ、ど、そうなんですよ。今でも まあ、やまだってま続すいよてるっね。てことは、まあ、そんな突然、またうん。10分に戻るってことはないと思いますので、そこらまあ、あわよくば、このままフリープランが、それがデフォルトになると嬉しいなとか思ってた辺。りしますけそうですね。まあ、そうなるかもしれないでど。すね。わからないです。ちなみに、これ、お話できるなら教えてほしいんですけど、日本だと、このフリープランが多いのか、デベロッパーなのか、スタンダードか、エリートか、エンタープライズなのかってなると、どれぐらい、まあ、どれぐらいというか、こう、順番的には、どれが一番使われてるんですか？あ、そうですね。オーグスタンダードが、まあ、主流ですね。で、まあ、ビルド時間とか、そのビルドスピードに、まあ、もうちょっと特化しているのであれば、エリートを選んでもらっていますね。ええ、そうなんですね。まあ、3万円、まあ、300ドルか。なので、まあまあ、手頃っちゃ手頃ですよね。きっと会社としては。そうまあ、個人としてはちょっとあれですけど。ですね。まあ、それが、そうですね。そうですよね。これ、僕ちょっと興味あるのが、エンタープライズビルド、これ使うと、根本的にそのビルド時間が短縮されたり、まあ、お金、そもそもこれカスタムなんで、お金って、まあ、よう見積もりなところあると思うんですけど、そう目です安ってね。あったりします？よく聞かれるんですけど、やはりうそん。れはちょっと答えづらくて、やっぱりそのスペック、マシンの差がやっぱり出てきてしまうので、けどそのエンタープライズビルドプラットフォームは、ビルド数とか、もうその辺は全て、ビットライズがその一番効率のいい、ものを選んで、固定させていただくっていう形になるので、だからそういうメンテナンスとか、例えば何かバグがあったりとかしたら、まあ、すぐに、解決できるような、サポートはしてますね。で、あ、サまあ、ポートも。一番いいマシンであれば、まあ、1並列は 3.5GHz の 64GB のラムで、実行できるようになっていますので、で、エリートであれば、ラムは 8GB なので、その差ですね。ありがとうございます。なんか どれぐらい違うのかなって、ちょっと個人的に興味がありました。そうですね。やっぱりもうまちまちですね。
なるほど、なるほど。あうりがとうございます。ということでですね、まあ、シップのお話にちょっと戻りますね。すいません。設定方法なんですけど、シップめっちゃ簡単です。二つだけですね、手順は。まあ、手順っていうか、やることですね。一つは、ワークフローの最後に、deploy to bitrise.io のステップを追加すると。で、これ追加するって書いてますけど、多分ここ2、3年ぐらいはデフォルトでも勝手についてるんですよ。新規のワークフローは。で、すごく昔は多分ついてなかったと思うんですけど、まあ4年とかもっと前は。なんですけど、まあ最近作った人であれば、最近作ったワークフローであれば、まあついてるかなと思います。で、もう一つは、シップのセッティングに必要な情報を設定するということですね。で、まあ、これもボタンポチポチしていけばすぐ終わるので、簡単ですね。で、じゃあ、何が必要なのかっていう話なんですけれども、まあ、今回は、まあ、私 iOS エンジニアなので、iOS 中心で書いちゃってますけれども、Android も基本的に似たような感じだと思います。まず一つは、実行ファイルが作成される、ワークフローが必要ですと。IPA ファイルとか、APK ファイルとか、作れる状態になっておけば、まあ一つ OK ですと。で、プロビジョニングプロファイル、P12 ファイル、まあ、いわゆる iOS の証明書関連のものですね。で、アカウント。アップロードするときにアカウントの認証必要なので。はい。で、このアップ SKU っていうのが、まあ、アプリ固有のっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、アップストアの方に登録するときに、番号を付与するので、まあ、それを入力してもらうと。で、最後に、アップスペシフィックパスワードですね。で、まあ、後ほど説明するんですけれども、これらを準備するのって結構大変だと思うんですよ。これら揃えるのって、iOS の開発者登録してないとそもそも揃えられないので、なのでめんどくさいかなと思ったので、私の画面上で見れるようにしましたので、まあ持ってない方とかは見ていただければなと思ってます。ちなみに iOS 開発してる方で、この中で登録してる方っていたりします？意外と、ないで結すね。構多いですか、もしかして。結構書いてくれてますね。りがとうございありまがとうす。ございます。このチャットは日本語に対応してないので、エンターを、変換をするときにエンターを押すと エンターを押す投の稿されだてけしまは、うっていう、難しいですよね。すいません。登録してて期限切れ、まあ、あるあるですよね。高いですからね、iOS。はい。このアップスペシフィックパスワードなんですけれども、まあ、これ何かっていうと、他社のサービスで Apple ID を使うときに、まあ、認証する仕組みですと。まあ、これめっちゃ簡単です、ちなみに。Apple ID の、Apple ID のじゃないや Apple のサイトからにアクセスして、このパスワードを生成っていうボタンを押すと、まあ、どんな名前にしますかっていうのが、ラベルが表示されて、あとはもう勝手に生成されるっていう。それだけです。一瞬で終わります。本当は、これをコピペして、チャットに貼りたいんですけれども。すいませんね。貼れないですね まあ、興味がある方は、まあまあ、この画面に行けばいいだけなので、Apple でログインしてもらったら、それで OK ですね。はい。はい。ということで、まあ、アカウントある方で、シップできそうな方がいたら、作ってみてください。ということで、
実際に見てみますかね。はい。で、今回なんですけれども、SIP って結構そのパスワードとかアカウントとかあんまりこう見せれるようなものじゃないのが多いので、そういうものに関しては、スクリーンショットとか画像を使って説明するので、この辺はちょっとご容赦ください。まあ、あと、最初からビルドして、アップロードしてみたいな作業を待ってると、まあ、それなりに時間がかかるので 今回はちょっと一部割愛させてください。ということで、SIP の画面に移りたいと思います。すいませんね。ちょっとツールを使い慣れてないので。開けまあすかれ？ね。なんか出てきましたね。スクリーンシェアリングを押していただいて。押して、これ、共有されましたね。で、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これでみんな映ってますよね。はい、大は丈夫い。です。カーソルもバッチリですよね。はい。はい。ですね。まず、まあ、ワークフローを説明してもそんなに変わったものないので割愛しますけれども、まあ、流れとしましては、まず、普通にビルドしますと。で、今回は、まあ、いろいろ作ったんですけど、アップストアのワークフローを実行して、で、まあ、ビルドが終わるのを待ってたら長くなるんで割愛します。で、サクセスって出たっていう想定で、ここの、アプリのアドオンズっていうのがあるんで、これを押すと、SIP がここにあります。で、ここに GoTo アドオンあるので、これを押すとですね。おっと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 。この画面になります。まあ、さっき説明した通りですね。で、まあ、こういう感じで、本当にシンプルなんですけれども、各バージョンごとに、アプリが管理されてて、まあ、詳細画面に行くと、こういう感じですね。まあ、特段こう、変わった画面でもね、パッと見て多分理解できるような画面になっているので、わかりやすいと思うんですけれども、まあ、ここにその、なんか微妙に表示されない あ、出た出た。例えば、ここに、ストアの概要とか書いたり、スクリーンショットを添付したり、まあなんかいろいろ必要な情報を入力することができますと。で、これらを、設定した後にパブリッシュボタンを押すと、まあ何分かした後に、アップストアに反映されます。で、先ほど軽くお話しした通り、設定をしないといけないんですけれども、設定画面、ここですね。右上のセッティングを押すと、まあ、いくつか出てきますと。で、一個ずつ軽く説明していこうと思うんですけれども、まず、ここの項目、一つ目。これ何かっていうと、まあ、いくつかワークフローをみんな作ってると思うんですけれども、どのワークフローで SIP を使いますかっていうやつですね。まあ、デフォルトはオールになってるんで、まあ、全部出ますけれども、今回の例だと、アップストアとか入力しておくと、アップストアのビルドのみ反映されるようになります。で、まあ、アップ SKU は、番号を入力するだけなんですけれども、どこにあるかっていうと、確か、ここですね。これです。見えます？見えてますね。はい。まあ、今回テストでアップロードしているので、実際の番号ではないんですけれども、まあ、これ任意で付けれる番号なんで、何でも OK です。まあ、ここにある、アップストアの、アップストア、アップストアの中にある、一般のアップ情報の中にある、SKU の番号ですね。これを入力すれば OK です。で、Apple デベロッパーアカウントですね。まあ、これは、権限さえあれば、まあ、何でもいいんですけれども、まあ、アップロード専用に一つアカウント作っておくとか、なんかしておくと便利かもしれないです。で、ここのパスワードなんですけれども、実際に、
4文字かけるハイフンでつないでる4つですね。この形式でパスワードが生成されるので、さっきのApple のサイトで生成したものを貼り付けてもらえれば OK です。であとはもう、アプリ IPA ファイル作るときのおなじみのものですね。で、これらを入力して、セーブボタンを押してもらうと、ここのパブリッシュボタンが押せるようになります。あ、さっきのビルド終わりましたね。26になってる。うん、で、実際にパブリッシュボタンを押すと、まあ、アカウントが今回正しく設定されてないんでエラー吐きますけど、ここの設定さえちゃんとうまくいってれば、難なく普通に、アップロードされます。で、他にはなんですけど、デバイスの管理がちょっとできたり、QA の機能がここにあったり、まあ、あとはアクティビティですね。ここに、まあ、すぐエラーにならないのであれですけれども、エラーとか成功とかの情報がここに出てきます。で、エラーとかが出たときに、なんでエラーになったかっていうのが、ここに、なんか、ログが出てくるので、ログをダウンロードして見るっていう形になります。まあ、ざっと説明しましたけれども、こんな感じになります。よいしょ。ここまでで質問ある方とかいます?大丈夫ですか?あれば遠慮なくお願いします。大丈夫そうかな?はい。あ。よいしょ。はい。見えてますよね、これ。大丈夫ですよね。はい。で、補足、シップの補足なんですけれども、プロビジョニングプロファイルはもちろんですけど、アップロードしておく必要がありますと。若干この、なんで2020年8月現在って書いてあるかっていうと、まあ、既存のビットライズの機能を考えると、まあ、これ勝手にダウンロードしてくれる機能、もあるので、まあ、この後紹介しますけれども。なので、もしかしたら、連携してくれるんじゃないかなって個人的には思ってたりします。で、パブリッシュボタンを押した後の挙動なんですけれども、これ、概要とかスクリーンショットは割とすぐ反映されます。多分数分とかですね。私手元でやった時は数分でした。ただ、IPA ファイルは、他の方法と同様にですね、数十分ぐらい、早ければ10分とかなんですけど、遅かったら多分30分とか、もうちょっとかかるかもしれないです。はい。なので、パブリッシュボタンを押して成功したのになんで反映されないんだろうって思うかもしれないんですけど、まあ、しばしお待ちいただければ成功しますと。はい。よいしょ。喋りっぱなしなので疲れてきました。おまけなんですけれども、先ほどちらっと説明しようかなと思ったんですけど、ちょっと飛ばしました。iOS Auto Provision with App Store Connect API っていうのがありまして、これ何かっていうと、まあ、プロビジョニングプロファイルを自動的に管理してくれるものなんですよね。で、まあ、ワークフローのコードサイニングのところに、P12 ファイルをアップロードしておくと、まあ、よろしく解決してくれるというものです。iOS の開発で一番大変なところって、まあ、Swift とかでコード書くのも、まあまあ大変なんですけれども、証明書関係って結構、まあ、難しいというか、大変なところだと思うんですよ。まあ、Android よりも多分、複雑ですね。昔 Android の開発の人と話してたんですけれども、iOS の証明書がもうわけわからんって言ってて、Android の方が簡単やって言ってて。まあ僕も昔 Android 少しやってたんですけれども、まあそこは同感だなと思って。はい。
思ってます。よいしょ。で、これを使うためにはですね、もうちょっと実は準備が必要でして、App Store Connect のユーザーとアクセスの中にある P っていう項目がありまして、で、ここに Issuer ID っていうのがあるんですよ。で、これは確か最初からあるはずです。確か。で、キー ID っていうのに関しては、このプラスボタンを押して、作る必要がありますと。で、まあ、名前つけたら、勝手に生成されるんで、あとは、ここにある API キーっていうのをダウンロードしてくれば OK です。必要なのはこの3つだけです。まあ、ボタンを押すだけなんで別に困りはしないかなと思います。で、Bitrise 側に戻りまして、Bitrise のアカウントセッティングのところに行くとですね、この画像の下のところ、まあ、僕のアイコン、猫のアイコンの下のところにある Apple Developer アカウント。ちょっと文字が小さくて見えないですけど、多分そう書いてあります。この中、これを押すとですね、こういう画面が出てきます。で、ここのアカウントの追加ボタンを押すとですね、やり方が2つあって、最近だと、この Issuer ID と Key ID と、プライベートキー、さっきの API キーか。これを入力する画面が出てきますと。で、昔のやり方だったら、普通にアカウント ID とパスワード入力する画面が出てきます。確か、ここの注意書きの ところを押すと出てくるはずです。で、これらを入力して、もう接続認証してしまえば OK ですね。ということで、あとはワークフローを実行するだけでできると思いきやですね、落とし穴がありまして、認証に成功してるのに、Issuer ID がないよってなんか怒られるんですよ。これ、ちょっとだけハマるんですけれども、ここの画面じゃないや、ここの画面か。ここの画面で認証したら、認証した一覧が出てくるんですよね。この名前のアプリで、まあ、この名前のアプリっていうか、認証した名前、ここだったら Hello World ってつけてますけれども、まあ、これでは認証できてますよって出てるにもかかわらず、なんかエラーになるんですよね。なんでかなって調べてると、まあどうやらですね、これは Bitrise の公式にも書いてあったんですけれども、まあ選択しないとダメだよっていう、なんか認証しただけでは選択されてないっていうのがあって、ここでアプリのチームの中の下の方にある Apple Developer Portal API っていうのをで、ちゃんと作ったやつを認証っていうか選択しないと、まあずっとエラーになるという状況ですね。まあこれ最初にやるとなんかよくわからなくて、まあググればすぐ出るんですけど僕初めてやった時は、なんか認証してるし ID も入力してるから、なんでなんか参照できないのかなと思って、ちょっとだけハマってしまって。で、まあ、さっきのエラー文をペタって貼り付けると、Bitrise の公式に行き着きます。これ、選択しないとダメだよって、確か英語で解説してるところがあるので。なので、そこだけお気をつけください。で、これで設定完了ですね。あとは、もうビルドすれば、よろしく証明書関係を解決してくれるっていう感じです。補足なんですけれども、アップアイデンティファーの登録がない場合は自動で登録してくれます。で、自動で生成されたやつは、頭文字、ここの頭に Bitrise っていうのがついて、ID 名っていうふうに、命名されているので、わかりやすいですね。ちなみに、まあ、プロビジョニングプロファイルも自動生成されます。なので、まあ、管理がすごく楽というか、一昔前だったら自分でボタンを押してここ作ってたんですけれども、まあ、すごいややこしくて難しいんですよね。でも、今はすごく簡単になっているという形です。はい。ということで、一通りわさーっと説明していったんですけれども、不明点とかあったら、ぜひぜひこちらのチャットで聞いてください。
まあ、ただ答えられなかったらごめんなさい。はい。あれ、おわんさん、声聞こえてます？いけますかね。わかんない。あ、大丈夫ですか？ちょっと待ってくださいね。聞こえてませんかね。あ、僕は聞こえてますよ。大丈夫です聞こえよ。ますか。大丈夫ですか。なるほど。いつから切れてたんですかね。ああ。すいません。多分な僕るほど。がめっちゃいおえわんいさんえいえ、の話すいをま無視せん。してるような形になっいや、気づかなくて。質疑応答、メッセージも大丈夫ですし、声でも大丈夫ですので。あ、そうですね。多分声が楽かもしれないですね。声だけをオンにしていただいて、質問していただくのでも大丈夫です。みんな知らない人が多かったので、これからどんどん知ってを、広めていってほしいなっていうのがありますね。これほどまだ知名度がなかったっていうのはちょっとびっくりだったので。まあ、正直、あれなんですよね。CI/CD 環境って一回作っちゃうと、なんかもう GitHub で連携して、コミットしてプッシュしたら勝手になんかビルドが走って配布されてみたいな形になるので、なんかあった時しかこうログインしなくなっちゃうんですよね。なので、なんかこう、新しい機能が増えたなとか、なんか UI が刷新されたなって気づくの結構実は遅かったりするので、なんかこう、まあ Twitter とかで見てて、ああなんか増えたんだなみたいな それぐらいの認識だったりするので、なんかこう、まあ、もっとこう、知る機会があるとそいいうかもですしれね。ないですね。今入力している最中なので、ちょっと待ってみましょありがたいですね。うか。あら。割と、あら。割り込み。抜けないといけないってことですかね、きっと。どうなんだろう。多分25名まではいけるそうのですよね、そうですね。はい、で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございまありしがとうごた。ざいました。なんか他にこう質問ある方とかいたら、どんどん 質聞い問てでももらいいえでたすらなし、と。感想でもいいですし、これから湿布使ってみたいって思う方でも、何かコメントいただけると嬉しいです。まあ、正直発言しづらいんですよね。まあ、僕もそうなんですけど、勉強会とかイベントとか、まあ、僕初めて今回、発表させていただいてるんですけれども、まあ、僕、外部の勉強会行ったとき、基本一言も喋らないで帰ってくるんで。そうですね。聞きやすくはなったんやけどね。話す側からして少しちょっと難しいところもありますね。そうですね。なかなか入りづらいですからね、話。僕は今回、こう、おわんさん話してくれてありがたいなって思ってます。最初は僕は。一人で 淡々と話す感じだったので、事前に話してもらえるということでありがたいなと。相槌だけでも、そうです。全然違いますし、それだけでそれでも。そうですね。オンラインの発表会っていくつか見てると、やっぱりこう、LT 形式で話してるところもあれば、本当にもう、必要最低限の話をわーっとしていって発表が終わるっていうパターンもあるので、
こうなんか話す側からしたら、きっと、なんていうかな、反応がわからず、そのまま終わるみたいなああ、そうですね。感じになっちゃうので、ああ。そういうところは、ちょっと寂しいなとは思ったりしますね。お、入ってくれた。あ、質問しても聞こえてますか？はい、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと初歩的な質問で申し訳ないんですけど、お聞きしたいんですけど、現状を、iTunes Connect にデプロイしてるときは、デプロイ to iTunes Connect Application Loader っていうステップでデプロイしてるんです。してるんですけど、それを、なんですか、このステップをやめて、SIP でアップするように、なんだろう、ワークフローを変えるっていうイメージで合ってますかね。あ、合ってます、合ってます。めっちゃ簡単でして、もうそこまでできているのであればですね。スライドどこだったかな。そうですね。アップローダーのステップを消してしまって、で、SIP の画面の設定画面に行って、必要な情報を入力すれば、もうパブリッシュボタンを押すだけで、飛ぶようになるので、楽かなと思います。ただ一点だけ、もしかしたら運用上の課題になる、課題っていうか、めんどくさいかもしれないですけど、アップローダーのステップ使ってると、ビルド終わったらもうアップロードされてるじゃないですか。ただ、SIP の場合だと、私が知る限りだと、パブリッシュボタン自分で押さないと飛ばなくなるので、そこがちょっとだけ手間かもしれないです。ただ、これ今ベータ版で、そもそも SIP って今ベータってついてますけど、もともとクローズドベータが確かもう1年ぐらい前、8月とか9月ぐらいにクローズドでやってたんですよ。で、去年の10月か11月ぐらいにオープンベータになってて、もうぼちぼち10ヶ月、10ヶ月、1年とか経ってるので、すごい改善されてると思うんですよね。で、おそらく、いろいろまた改善されたものが来るはずなので、もしかしたらそういう要望が通ってるのかもしれないです。SIP で、もう勝手にアップロードするようにしてほしいみたいな。もしかしたらあるかもしれないですね。あ、わかりました。ありがとうございます。ただ、現状だとボタンを押さないといけないので、単純にアップローダーのステップから切り替えると、自分でボタンを押さないといけない作業が発生するっていうのが、もしかしたら気になる人もいるかもしれないですね。ありがとうはい、ごわかざりいまます。した。ありがとうございます。ありがとうございはます。い。他に質問あればどんどんいただけると嬉しいです。なんかありますかね。大丈夫そうですかね。大丈夫かな。では、はい。そういうことで、あ、柳さん、今日は、有意義な、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まだ、参加していただいた、皆様にも、SIP をこうやって使っていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、来月にもまた、普段通りのバグを開催することに予定しておりますので、その際によろしくお願いいたします。では、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。